はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブンビビットを今始めております。メラオナイトメアですか。そうですね、育成もやっていきましょう。並べ替えはレアリティ順で、がおすすめです。さあ特訓します。ひとまずイベントやっていきましょう。今が2235か。試合行きましょう。メロナイトメアというのをやってますね、イベントリーグ。ただ今日が12月9日、実は本日までです。なのでギリギリのタイミングとなってしまうんですが、やっていきましょう。夜のゲームは良くないな。ペットボトル。うわぁ、ボトラーだったの？その辺を失いたくない。お？宣伝かな？メローナイトメアだ。ダークファンタジーか。細けいことは気にするな。なんか勝手に始まってますね。がいいですね。キャッキャって。違う。はい、というわけで、行動力は結構いりますが、五分からやっていきましょう。ポジションは？なるほど、結構後ろの方か。さあ試合開始ですね。伊沢森
ざるそば屋さんですね。おや、試合始まらない。なんだこれ。ゲームの世界の鳥みたいです。おっと、グール食人鬼。怖い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 。まみちゃう産地イカ、イカ薄じゃない、なんだったっけ。うーにゃーな感じがします。うわ、雪だ。雪なのか綿毛なのか、あの塵なのか、もしくは食塩なのか。ボールが見えにくいですね。一面様ご案内。さあルーミーへ。当たった、超えた。ルーミーサイクロン、やりました。おっと、またルーミンが。天真爛漫パス、これ2点目決めようというわけか。決まりました。前半戦終了です。さあルーミン変えましょう。お疲れ様っていう感じですね。さあ行きましょう、後半戦。後半戦開始です。おっと、どうしたんだ。さあエミリーに渡ったよ。抜けた、アメリカンシュート、抜けた。さあまたエミリーが取った。エミリーばっかり渡ってますよね、ボールが。これで誰だ。大崎、大桃、かぐや、過激用のスプリプト。さあアメリカンシュートを決めようというのか。決まりました。しかしゴールネット突き破るなんてすごいよな。試合終了です。はい、勝ちました。さあグールが文句？そりゃーバキ。なんかすごいな、加勢する。
っとグールがパタリ。やった大成功。お、またちょっと今度はコウモリか。隣の吸血鬼ですね。さあ、いくつかのメンバーがレベルを上げていきました。まだまだ試合をやらなければなりません。再びフルオートでいきます。試合開始です。さあ、またこんな具合にいきます。はい、先制点ですね。さあ、早くもインターセプト。さあ、テクニカルアーマーから、得点を奪いました。もう2点目、あっさり取りますね。おー、さすがです。前半で3点取ったのは初めてですね。さあ、ここでスタミナですが、なるほど、紬か。紬を変えていきましょう。後半戦スタートです。4点目ですね。さあ、またルーミンが、ルーミンちょっとスタミナがなくなってきてるぞ。さあ、残り時間注意。アメリカンシュート来るかな。アメリカンシュートじゃなかった。あ、スキルを強化してないんだ。取りましたね。見事勝利です。勝ちました。5対0。さあ、第5 MVP はルーミンですね。
お、どうしたんだろう。あ、大丈夫そうですね。行動力が24。3試合目いきましょう。ポジションは左サイドか。左サイドをこうやって補強していきましょう。